ラマッタス。なんかこういうところありがとうございます。YouTube 見ましたよ。遠いところありがとうございます。僕近いって。あ、そうですか。埼玉なんで。どのあたり？川越あたりなんで。まあまあ来れない距離ではなかった。すごいですねこれ足回りは。これ J 数とか、はい、何 G なんですか。あ、これは 10.5 ぐらいかな。え、フロントですか。フロント 10J かな。 10J、 はい、すげえ。リアはリアは 10.5 かな。あ、 11J か 10.5 どっちかで。あれってあれですか、足回り関係やんないと入んないですか。そうですか、やっぱり。いや、そのままノーマルで入んないね。入んないですよね。たた、あの、出してるんで前も後ろも数値は入ってるんで。見せてもらっていいですか。でも開けて開けてもパイピングぐらいしか見えない。あ、いやいや、俺初めて見るわ GS の。 HGS ですか。そうそうそう。へえ。この辺にチラッとこう見えて、このとこにこうちょっとインタークーラーがこう見えた。はいはいはい。カバー外さないとタービンとか見えないんだよね。これがもうチラッと。すごいっす。これ早いですから、じゃあ相当。スーチャー。マフラーじゃん、あれ。いやー。え、もともと知り合いなんですか。いや、あの、カチュンで。カチュンで。はいはいはい。レオさんの関係で僕は知り合って。あ、そうなんですか。はいはい、そうなんですよ。最初僕、レオさんとやり取りするようになって、はい。レオさんも何回も来てるんで。あ、そうなんですね。はい、そうみたいですね。行ってきたらいいよ、つって言ってくれて。はい。で、ヤキさん、あの、フォローしてるから、フォローさせてもらって。ありがとうございます。いやいや、とてもです。まあ、大体こんな感じですね。ゆるーく。いやいや。いろいろ見ていただいてて。あ、これ。あ、そうそうそう。後ろの10センチ。結構、そうそう。もう、有名になっちゃって。前見たら、知ってる人いたんだよね、大津さんって。ああ、そうですね、大津さんももう3回ぐらいですね、うん、あの化け物のような気がして。シエルピットのね、はい、大津さんで。あの、加藤さんですね。あ、そうですか。加藤さん、ちょっとお車紹介してください。はじめまして。すごいですね。すごい。9.5、10.5で。